みみみ、皆さんこんにちは、みみみです。今日は GU の新作秋服、今週の3点セットを紹介します。 GU の秋服ね、本当に可愛いのたくさん出てきてるんですけど、今回はオフィスカジュアルに使えるようなもの、そしてデートにも使っていただけるようなシンプルだけど女性らしさを忘れてないようなアイテムを3点ピックアップしました。実際にもう私が毎日のようによく着てるので、実際に着てみての感想だったり正直なレポもしていきたいと思います。それでは早速スタート。1つ目のアイテムがこちらです。じゃじゃーん、ビッグ包帯ブラウス、お値段が1990円になります。色味がオフホワイトとブラックの2色展開になってます。まずこのシャツの特徴なんですけど、このね、大きめの包帯、そして袖のボリューム感、結構ふわっと女性らしく袖のボリューム感が出るので、この2点が一番のポイントかなと思います。選んだ理由なんですけど、このね、包帯が結構ボリューム感しっかりあって、このシルエットがね、全然安っぽくなくしっかり大きいので、これで1990円ってすごくプチプラだなと思って選びました。よく他のお洋服で1990円くらいで包帯ブラウスっていうと、もっとねペラペラっとした生地感でリボンに結んでもしなってなっちゃうみたいな感じのが多いと思うんですけど、このね GU の包帯ブラウスは結構しっかりと大きさもあって生地感もしっかりしていたんで、お値段以上だなってすごく思いましたね。包帯ブラウスもこの秋流行ってくるアイテムの一つなので、それも選んだ理由の一つです。それでは実際に着てみたいと思います。着替えました。めちゃめちゃ可愛くないですか、このリボン。最高ですよね。これからの季節だと本当にこのブラウス1枚で着られるので、とっても便利ですし、その後もっと寒くなってきたら上からカーディガンだったりとかジャケットを合わせることもできるので、合わせ方いろいろでパターンもたくさん着回ししていただけるかなと思います。ブラウスって意外とね、数を持ってない人多かったりするので、このようなちょっとボリュームがあるようなアクセントのあるブラウスを1枚持っててもいいんじゃないかなと思います。今スカート、タイトのマーメイドスカートと合わせてるんですけど、これをデニムだったりあとはスニーカーと合わせてみたり、あえてカジュアルとミックスしても可愛いかなと思います。また着回しに関しては別の動画で作りますね。リボンを結ぶのが苦手な人ってこういうブラウス避けがちだと思うんですよ。私も本当に面倒くさがりなんで、もう普段やったらもう絶対買わないんですけど、これはね、パッて見てわかるように、もうめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。デザインも普通に歩いてるとパッと人の目を引くと思うんですね。なので、ちょっと結ぶの面倒くさいなって思うかもしれないんですけど、一回ね結んじゃうとお家帰ってくるまで外すこともないので、さらに少しだけね、ここのリボンにね時間かけて皆さんの視線を引くようなコーデを組んでいただけたらなと思います。はい、こちらが1着目でした。では次、2つ目のアイテムを紹介します。こちらです。タックワイドパンツ、お値段が2490円になります。色味がダークグレーとブラックとナチュラルとブラウンの4色展開となってます。このタックワイドパンツなんですけど、ハイウエストっぽく腰の位置がね結構高めで履けるので、どんな方でも足長効果で履いていただけます。でワイドパンツって物によっては広がって見えちゃうものもたくさんあると思うんですね。この GU のワイドパンツはシルエットがすごく上品だなと思ってて、こうストンと落ちるような細見えのデザインだったので、こちらをチョイスしました。それでは実際に履いてみたいと思います。はい、実際に履いてみました。ね、今のところパンツ部門の中で一番高見えするんじゃないかなって思うくらい生地感がねすっごくいいです。色味がホワイトなんですけど、真っ白じゃない少しベージュが入っているような色味なので、どのような年代の方でも挑戦しやすいような色味かなと思います。で今回ホワイトを選んだ理由なんですけど、これからね秋にかけて、トップス、小物すべて秋カラーで暗めの色味のものが増えてきそうだなと思ったので、パンツの白っていうのは秋アイテムとして一つあってもいいかなと思って買いました。また来年の
春にも履けるので、結構四季を通してずっと履いていけるかなと思います。履き心地も最高だし、座ったり歩いたりしても全然疲れないので、このワイドパンツね、足も隠せるのでものすごくおすすめです。ぜひチェックしてみてください。3つ目のアイテムはこちらです。こちらのアイテムがメタルボタンクルーネックカーディガンです。お値段が2990円になります。カラーはオフホワイト、ブラック、レッド、ダークブラウンの4色展開となってます。でこちらのカーディガンですね、とにかくシンプルでオフィスカジュアル向きなシルエットとデザインだなと思って購入しました。カーディガンの厚みもすごく程よい厚みで、今の季節から使えるところがポイントかなと思います。今ってクーラーが効きすぎていて、店舗の中でもね、カフェとか電車の中とか寒いことが多いですよね。今ちょうど今くらいの季節だと、中にタンクトップやキャミソール、半袖などカーディガンを脱いでも着れるようなお洋服を着ていて、上からちょっとね羽織ってあげると気温調節ができるかなと思います。それでは実際に着てみたいと思います。羽織ってみました。もうこの3点セットの合わせがめちゃめちゃ可愛くて本当にお気に入りです。このカーディガンのものすごくいいところが、ボタンがねスナップボタンでこうパチッと止めるだけで締めることができるので本当に楽です。一個一個ねボタンこう締めていくとちょっと時間かかるけど、パチッとすぐ止められるので便利かなと思います。で今回ですね、このカーディガン秋カラーを選びました。レッドの色味なんですけど、デザインがねすごくシンプルなので、その分カラーはちょっと攻めた色味でもいいかなと思ってレッドにしました。全然派手にも見えないですし、皆さんも挑戦しやすいかなと思います。でね、ちょっと袖もねボリューム感あるので、これから秋になってきても中にね着込むこともできますし、全体的にすごく気に入ってます。ちょっと前袖にしたかったので、いつも買っているサイズのワンサイズ大きめを買いました。はい、ということで今週の3点セットを紹介しました。もうね GU の秋服本当にどれも綺麗で、もう見てるだけですっごくワクワクします。一つ一つのアイテムを見てると、価格が高いものを買わなくてもいいやんって思うくらい GU のレベルがねすっごく高いので、皆さんもぜひこのコーデ真似してみてください。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またぜひ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。